それはだって、事前に、あ、知ってじゃない、インタビューとは事前に、質問は明かさない。あ、<laughs> 俺だから、N. H. K. さん本当に厳しいこと言うけど、あえて、もう全くなんか、何も生きてないっていうか。うん、そうですね。で、映像の正規、バタフライエフェクトは唯一、いい番組なんだけど、これ前にも言ったけど、ナレーションっていうのがもう、だめなんだって。はい。ナレーションって、じゃ、誰の主観なの、うん、っていう。うん、やっぱり、あれも、僕、全部見てますけど、あの。 また、やっぱり一人が立った方がいいと思いますよ、ね。いや、うん、ルーが立って、なぜこれを取り上げるんだっていうのをカメラ目線で言った方がいい,と思い。ちゃんとしかも、それが、はい、あのタレントとかじゃなくて。くてはい、まあ、日本のお笑いは、実はこう茂木さんと違うところで。好きっちゃ好きなんです。で、うん、え、なんで。自分が、そういう先輩後輩のルールがすごい嫌いなので。うん、それを、まあ,あ。にが、嫌いなよに見るのは好きなの。見るのは好きだ。あ、こういうふうになり立ってるのかとかわかります。あ、好きなの。はい。お笑いはすごい見てます。 見てんの、うん、YouTube ずっと笑いしか見てないです嘘でしょ本当ですだからお笑い批判をしてる時もちょっとイラッとしてますもんそうなの ZX 見てなんでこんな言うんだろうなと思って <laughs> なんでこんな話やってるかわかんないんだけど、うんね、俺実は鈴木治さんがラジオに来た時大発見があって、はい、あ木村拓哉コンプレックスがあることが分かったなんかスターになっちゃうことが嫌なの<ー>自分が でもそれは多分変わらなきゃいけないところだと思いますけどね。いやででライアンと喋ってたらお前さんプライムタイムエミーとか取るとか言ってたじゃん。そこなあんたはないのねそのヨナのコンプレックス。あそれ全くないですね。ないの。いつもピボットでお世話になってます。ありがとうございます。お願いします。うんまあでも経歴見ると朝日新聞からハフィクントンポストそして今ピボットなんですけど。 この間のメディアの変化の一番の本質なんだと思いますかうん、やっぱりあの文字から映像に行ったっていうのは大きいと思いますね、うんまあ、メディアっていうよりは視聴者がそういう風になっていったっていうのが大きいんじゃないですかねうあのご著書の中でね、はい、スタンフォードで学んだことの一つとして、ええ、日本人は抽象的な概念形成ができないということを抱えてるじゃないですか、うんはい、何が今 変わってんですか、ね、そのピボットなんか明らかに僕力勢いあると思うんだけどピボットの勢いのまあ一番大きいのはやっぱ経済とかビジネスが社会の中心になってきて、うん、何かを変えるんだったら経済から変えなきゃいけないっていうふうになったっていうのが大きいんじゃないですかねだから経済メディアにみんな関心を持ってる。経済の内容がね、うん 要するにフォードが大量生産を確立した時と同じそれを上回るぐらいのつまりメタみたいな会社がこれだけ利益を上げてるっていうのはそうですねだから何かものを作ってるわけじゃなくてプラットフォームを抑えている会社が今商社になってるで大きいと思いますそれが昔はソーシャルメディア、まあ、次はオープン AI がプラットフォーム化するっていうかライアンあもうどうしても竹下さんのこと、はい「ライアン」アンって言っちゃうんですけど、はい、ライアンにとっては お金って何なんだと思いますよっていうか、どう変わっていくと思いますよ?。お金ですか?うん。まあ、そんなに変わらないと思いますけど、ね、お金は。仮想通貨はどうなると思いますか?。仮想通貨は、まあ、あの、長期的にはだんだん増えていくんですけど、少なくとも五年十年であんまり変わらないなと思いますね。その、だから、いわゆるフィアットマネーと。と、うんはい、あの、政府が発行している円とかドルとか。はい、そういうものを置き換えるような存在にはならない。まあ、まだまだならないと思います。 うん、うん、あのスタンフォードのね。経験抱えてて僕はすごい面白いなと思ったのが、実はものすごくなんか本質をじっくり考えるっていう。そういう傾向があるっていう風に書かれたじゃないですか。うんはい、あれってちょっと意外ですよね。なんかスタンフォードって言うと、日本のイメージだとなんかあベンチャーでなんか？ここでお金集めてとか、はい、じっくり考えている人たちがいるんで。 そうです、まあ、少なくとも私はそう見えたというか、うん、自分自身がじっくり考えるタイプなのでスタンフォード行った時ももう何もないんですよねもう田舎なんでワインは飲んでましたけどもうずっと勉強ばっかりしてたし、うん、まあそれは日本の大学でもそうだったので、まあ、そう見えたっていうのもあると思うんですけど、まあ、じっくり一人で考える人が多かったしそういう人とばっかり接してたっていうのが僕ライアンと、ねうん、あのピポト付き合いうになってから、はい、あれもうどれか1年経つ 1年ぐらいですねずっと感じたことがまさに著書に書いてあって意んか人と話すのは嫌いですし、まあ、飲み会がとにかく嫌いですね。なんででもじゃあこんな仕事できてるんだからそれがすごい不思議で、うん、だっていろんな人と僕だけじゃなくていろんな人にインタビューしたりとか、ねはい、なんで人嫌いなのそういうことができてる まあ、人の考えはすすごい好きなんですよ、うん、人が話すこととか考えは本当に好きなのでどん,どんどん掘っていけるんですけど、うん、人ととと雑談をしたたりりかか一緒に飲み行ったりとか遊ぶのはもう大嫌いですでこれがさす,すごくだからこのねあの「イマジン大学」見てる若者とかは、はい、いわゆるパーティーアニマルっていうか、うん、あの人間関係ずっとやっていくような人じゃないとビジネスとか成功できないんだと思い込んでる人が多い、はい、大丈夫なんですね。 まあ、その僕が成功してるかは置いといてただずっと変わらずもう大学時代から飲み会は嫌いだったのでうん、うん、変わらずあんまり変わってないですもう大学の時もこんな感じでしたねもう本ばっかり読んでましたし人付き合いはとにかく、まあ、友達も今あんまりいないっちゃいないので大学の時もあんまり友達は少なかったのであんまり変わらずにずっとやってきてるユニクロの柳井さんも意外とそういうタイプなんでしょあそうなん、まあ、本はよく読むって書いてありますね著書にあの飲み会行かずに家に帰ってじっくり本を読んでるっていうか。 そうなるとなんかビジネスで成功するために必要だと言われている資質が世間では誤解されているってことですよね。そうですね。まあなんか一個突き詰めればいいんじゃないですか。パーティーアニマルが好きな人はパーティーを突き詰めて、あんまりパーティーアニマル突きつける突き,突き詰めるという成功への道もある。あると思いますね。まあ、何か1個突き詰めればいいと思います。それがキャラになりますし、まあ、何をやっても突き詰めたもん勝ち。 僕は無理にパーティーアニマルになってないですし無理に飲み会好きにならなかったのが、まあ、成功はしないですけど一応生き残っているネクラなんですかねネクラではないとすごい明るい性格だった明るいんだけどな何なんですかその人と付き合うのが嫌だっていうのはああまあ苦手なんですかねあんまり雑談が苦手で何を話したらいいか分からない ですえ、雑談苦手なんです。雑談苦手です。困ったな、脳科学者として、俺、いつも雑談が大事だ、<laughs> 大事だっていう。はい、え、でも、いつもなんか、だって、ピボットの収録の時に喋ってるじゃないですか。はい、収録だから、喋ってるわけで、その街であったら、絶対喋んないで。雑談しないんですか。街で茂木さんたっても僕、多分、会わなかったふりをすると思いますね。雑談もしないです。だから、こういう。 まあ、仕事で今喋ってるのこれは雑談じゃない,いやこれ仕事だってカメラがありますから仕事なの仕事というか、まあ、カメラがあるのでオンになってるだけでこれがカフェでコーヒーが置いてあったらまあ美味しいですねぐらいは言いますけど <laughs> それでもあると思いますうん、えー あのーまあ、ライアンは、えー、とアメリカが長くて何、はい、何歳から何歳からまで結構ちょこちょこ行ってるんですよね、うん、最初は3歳から6歳までニューメキシコっていうとこにで一、うん、1>, 1回帰ってきてまた小2ぐらいで行って、うん、ミドルスクールなんで向こうでう小6とか小7ぐらいで日本に戻ってきて、うん、でもう一回しばらく経って社会人になって1年間。でどうですか日本とアメリカ行ったり来たりしてるかって、うん、今の日本の見え方というのは。うん まあ僕は結構アメリカが大好きなのでかなりバイアスかかってるんですけど、うんうん、まあでもまあとはいえ日本は明るくなってきているとは思いますけどまあ私は結構行きづらいでですけどね日本は僕あの実はあのさっきなんでえと仮想通貨の話をしたのかっていうとあの先日僕テッド行った時にテッドじゃないその後テッドの後の意識の会議行った時に僕にすごく懐いてきた若手の研究者がいてねクオリアリサーチインスティュートってのをやってんだけど。 自分でインンンデディペンデントにやってるんですよ、うん、あそのそこそスタンフォードの OB で「はい、金どっか出てんだ」っつったらね「いやクリプトで儲けたやつが金をボーンと出してくれたんだ」っていう「はい、えー、そうなんだ」っつってそれ以外にもエリザユドコフスキーっていうあの AI のアライメントの研究してるやつがいてそのミリっていうのがあるんですよ、はい、マシン・インテリジェンス・リサーチ・インスティテとかな、はい、それも最近聞いたんだけどクリプトで儲けたやつがボンと出したらしくて。はい だどうもそこら辺のエコシステムってよく言われますけど暗号通貨で儲けたやつがクオリアってうもう意識のもう根幹に関わることとか AI のアライメントの根幹に関わるようなインシティテュートの設立にドーンと金出すなるほど、ね、う,んうん。あの辺りって日本はないもんねそうですねだからなんかお金をバーンってかけるっていうのはアメリカンいいとこなんだろうねあれ まあ単純に人が多いというのと、まあ、あの成功した時のリターンが大きいというのはあると思いますね、うん、だからあれって、はい、だってほらオープン AI もね、はい、今はでもあんなに派手になってるけどあれもどーんと出した人がいたわけじゃん、はい、最初に何、はい、な,なんだろうねあのアメリカのあの独特のどーんと出すわけよねどーんと出します、まあ、だからリターンが想像できるっていうのは大きいと思いますあの当たったら儲かるっていうのがもうみんな体感的に分かってるしまあ普通に英語使ってるからユーザーが世界中にいるっていうのが。 日本はそれを怖くてでできなないいんじゃないですか、ね、日本だとどうしてもなんか政府の金頼みのところあるじゃないですか今度、K さんから何億ついたとかアメリカの個人と本当出すってあれ,なんなのあれう,、ね、うん、そうですね、なんかまあただアメリカは特殊なんだと思いますけど、ね、あ各国の中でね、あのでもさ、あのね、正直そのクオリア・リサーチ・インシュティブって、ねはい、まあアンドレアスってまあいい兄ちゃんがやってるんだけど、はい、正直、絶対金を儲かんないと思うんだよね。<laughs> グリアの研究だし、はい、それにドーンと出すって何なんだろうと思ってさ、まあ、あとドーンと出してたとえ失敗してもドーンと出した時に集まったやつらでもう一回何かできるっていう信念があると思います、うん、だからクリプトで失敗してもまたその時にクリプト来たやつらってすごい感度が高いじゃないですかうん、うん、だからまた違うことやればいいっていう信念があると思いますアメリカ人と付き合っててそれを感じますえっとね X ってもうそこそ なくなっちゃったグーグルの研究機構があったじゃん。はい、あの、例えば Google Glass とかあ。はい。ありましたね。うん、あと、ルーンとか、あのルーンってあの、バルーンってこうやって、あの。インターネット。うん。はい、あれのキャプテンオブムーン社員だとか、ムーンショットだかな。うん、なんか言ってるやつがいて、その時の、その話を俺、テッドかなんか聞いたことなんだけど。はい、そこは失敗すると、給料が上がるとか言ってたんだよね。うん。 例えば Google クラスのプロジェクトやって結局ものになんなくてやめるじゃんディスコンするじゃんそうするとそのダメだったっていう情報が貴重だから昇級するとかいわけ分かんないとっててでもそうだろうなと思いますねあそれ分かるめちゃくちゃ分かりますあとまあムーンショットって結構使うじゃないですか本当に月いってますからねアメリカってなあだからその例えがリアリティがあるっていうのはでかいムーンショットって日本だと「クライフ・ォー・ザ・ムーン」というか月を撮ってくれって泣いてる職人を もののあわれ的にはいいんですけどもれになっちゃうんだけど、はい、ただまあ本当に言ってるっていうアメリカはまあそれはそれでいいですよねム、うん、ーンショットでよく使いますム、ね、ーンショットだからガチで言ってるんだよね、うん、ガチで今マーズショットかもしれない今マーズショットだと思いますけど、うん、イーロン・マスクなんかどう見てるんですか イーロン・マスクは好きだけどま,あまずは火星行く前にややるることとあるだろうと思います例えば何を日本だと世界だともうちょっと地球環境を良くしたりとか<ー>あとは自動運転とかどうなるのかとかあとはまあ X とかもうちょっとちゃんとしたりそれさ <うん S 2> ずっとあのケネディのスペースプログラムの頃からある議論だと思うんだけどその月に行くっていうこととその地上の問題を解決するっていうことの、はい、まあバランス、うん、SDGs についてのご乗書もありますけどもその辺りってどう見てるんですか そうですねやっぱりまあ本当は同時進行だと思うんですよ別に、うん、まず足元をしっかりしてから外っていう論ってあるじゃないですかでも足元がしっかりするなんて永遠にないじゃないですかだからまあ両方やればいいと思うし外に行くことが足元をよくすることもあると思うんですけどただもういい加減なんか外へ外へっていうのはちょっとやめた方がいいんじゃないかと思うんですよ、ね、<ー>また火星を汚して帰ってくるだけだと思うんですよ人間が<ー>だからまずはちょっと地球で何とかしようよとは思ったりしますライアンからライアンいろんなのを見てると思うんだけど、うん、今じゃムーンショットで、うん 人類が取り組むべきムーンショットって何だと思います。ああ。真っ先に取り組むべき。ムーンショットはやっぱり病気をなくすことじゃないですかね。<ー>うん、やっぱ病気で、本当みんなの人生は不幸になったりとか、才能ある人が亡くなったりしてるし。あの、これ個人的な話で申し訳ないけど、お母様が。あ、そうですね。まあ、そこは結構大きいかもしれない。あの母がアメリカで亡くなったんですけど、癌で亡くなって。うん、まあ、結構。何歳だった。私は中学校入ったぐらいですかね。十二、うん、歳。 13歳ぐらいですかねやっぱりそれは大変つらい経験でしょうそうですねアメリカにいらした時に何になられたの、はい、でただそうですねで退院した退院はしたんですよ、うん、でがんは治ったんですけどまあ治ったっていうか治った使っちゃいけませんけどまあ、うんまあ、ほぼ完治したとでそこの複合的繁栄になったりして、うん、で退院するよって言った日にあのまあババッと亡くなったんですよね、うん その時まあ今でも印象的なんですけどいろんなカウンセラーとか宗教家が出てきて、うん、子供たちに説明するんですよこれから死の世界こうなるよとか、うん、まあそこでまあ病気だけはもうどうしようもないなっていうのがあるかもしれないですねうん,うんそれやっぱり原体験としてあるまあ今パッとなぜ今病気って言ったかも不思議で、うん、もしピボットの番組だったら「いや AI です」とか言ってたと思うんですよ、うん、でもなぜか今病気って言っちゃったのはそれが今日はでもライアンの個人的なことを、はいろいろ聞く機会なんで。<laughs> えー そうだよ火星、うん、に行くよりやっぱり病気の、はいはい、やっぱりそこで家族がもうガタガタになりましたしもともとアメリカにもうライアンっていうぐらいなんでずっと住むつもりでたんですよ。帰ななきゃいけないけですまあと,とてもじゃないけどやっぱり幼い弟もいたんですけどでまあ病気の間中はもういろんなあの 辛い思いがあったりとか、まあ、アメリカなんで、うんまあ、医者との交渉も、父もやったんです。か私もやったんですよ。うん、結構一生懸命、医療の英語を勉強したりとか。うん、あと、まあ、タクシーを呼ぶのも、すぐパッと呼んだりとか、うん、いろいろ大変でしたね。うん、あと、なんか不幸の手紙とか来るんですよ。聞きつけて。どういうこと。あの、アメリカって、まあ、いいとこもあるんですけど、良くないところは、結構民間信仰とか陰謀論が、うん、まあ、相当かあったんですよね。<ー>だから、あの、善意で、いろんな。 これをやったら治りますよとかうん、うん、この手紙を10人以上に送ったらあなたの母親は治りますみたいな手紙が来たの覚えてますねうん、うん、なんかそういう草の根的なドロドロした部分に出会いましたし、まあそれもつつらかったですね。うん、だからそれはあの、はい、あの国のダイナミズムでもあるんだろうね。だからとんでもはいっぱいあるよ、ねはい、とんでもいっぱいいますね。だからフェイクニュースが今アメリカで流行ってるのもわかる気がするというか、もともとそういう国というか。 うん、フェイクを元に作った国じゃないですか。振れ幅が広いよね。だから、その。もう凄い、もう、凄まじく賢い人から。はい、うわーみたいな人まで。はい、いますね。でも、ここは結びつくともあって、そもそも人権とか、フランス革命みたいな、あの価値を。ゼロから立ち上げた国なので。うこういう妄想に基づいている国だと思うんですよね。 じゃトランプみたいなのが出てくることも理解できる。すごく理解できます。あのコネチカットっていうところはニューメキシコに住んでたんですけど、うん、そこはもう移民の方が多いですし、うん、テキサスも近いので、まあ、なぜトランプが支持されるのかそうわかりますね。うん、あのもちろん普段の仕事では。 上品なアメリカ人と付き合うんですけど内心日本人ののことんてて思ってのかっるるか結構感じるんですよ本当は差別的に思ってるんじゃないかとか、うん、オッペンハイマー見て喜んでるんじゃないかと思うんですけど、うん、ニューメキシコの人とかテキサスに乗って、まあ、嫌なやつなんですけど根本はいい人だったりすするんですよね、うん、でもちろんトランプは許せないところがたくさんあるんですけど、まあ、ああいう人がバーベキューにいると盛り上がるなっていうのはまあうまあ共感ははででききないけど理解はできるあのーうん、僕ねライアン見ててすごく面白いなと思うのは、はい、これ おさくこの動画見てる人の中でも何人かいるかもしれないけど、はい、まあ僕もあるというとそうなんだけど、はい、まあ僕だからイギリスだから、ね、でケムジだからで例えば僕の場合で言うとコメディの基準が全く吉本とは違うのでよくおっしゃってますもんねだから吉本,吉本松本人志、ダウンタウンというものを批判してそれですごく苦労しているわけじゃないですか例えばエンタメも例えばまあ僕今えっとジャニーズの新しい会社の社長がスタートまあ、はい、あの 僕の友人になったんで僕は友人に対しては優しいんでジャニーズっていうか旧, <laughs>、はい、旧ジャニーズの所属のタレントとかにもまあ優しい気持ちでいるけどでもすごく戸惑いがあるんでねだから鈴木治さんがこの前来てくれて僕のラジオに鈴木治さんはあそこでずっと SMAP と一緒に仕事してるから鈴木さんはそこ迷いがないんだけど僕はすごく戸惑うわけですよもともと背景になってる文化が違うからでそれは僕なりの何だかすごく戸惑いなんだけど。 ああいう意味ではライアンは、え、なんか要するに、帰国子女で、即、背景になっている文化が違って、でも今日本で仕事してるじゃないですか。で、そういう人、固有の苦労の仕方ってのがあると思うんだよね。はい。で、ライアンは、まあ、大学は日本の大学行ったじゃないですか。どう、それ克服したの、では克服できてないの。あ、できてないですね。できてない。はい、もう、日々、会ってない。例えば、どういう時に、あの、困ったことになる。まあ、毎日困ってますよ、ね。例えば。例えば。 そうです日本ですよねまあ、うん、ねでも日本で今一応適応してるじゃんあまあそれこそ雑談ですよあのまあもう性格的に雑談嫌いっていうのと、うん、日本語の雑談に全くついていけないですね嫌いですね例えばどういうこと、うん、いやなんか今日テレビでこんなことを見たとか美味<ー>しいカフェができたとかそういう話ですえ美味しいカフェができたもダメだろうななんかダメですね<え>どういうことって, <laughs> て答えればい,いんですかいしいどうでもよくないですか美味しいカフェができたっていやはい あ俺も俺も確かにだから日本なんあ,あそうかえー、でもバラエティ番組とかまあ苦手ってことえっとまあ日本のお笑いは実は茂木さんと違うところで好きっゃ好きなんですよ。うえー、なんでうんなんかあれはあれで一つの世界観というかあのもちろん社会的なことを描いてないですし、まあ、先輩後輩のルールってよくおっしゃってる、まあ、僕はす分かるんですよね。それ以外がががあああっててほししいいいと思ますよでもああいうのの出てくるるは分かるし自分が そ先輩後輩のルールがすごい嫌いなので、うん、それをまあ,あ嫌いなのに見るのは好きなの見るのは好きだあこういうふうになりたってんのかとか分かります、ね、あそれはだから逆に言うと全く外人のなんか視点だよねはいだか,だからエキゾティックアニマルを見るようなそんなふうには見てないですけどやっぱりおも2人が話してて面白いって他にあんまりないじゃないですか、まあ、アメリカでもあんまり見たことないんですけど、うん、ツッコミとかボケとかすごい好きですけどね、うん、好きなのはいお笑いはすごい見てます 見てんの YouTube ずっと笑いしか見てないです嘘でしょ本当です一人でずっと夜中見てますえ、自分の人生に生きてるの生きてますねあの例えばジャルジャルとかジャルジャル見てるのジャルジャルは最高ですね令和ロマンも強いですし俺ジャルジャルはさ倉本充ってあの松本一志のブレーンだった人がジャルジャル推しでジャルジャルがディンバラ行った時のとか動画とか俺見てるよジャルジャルが好きなの 全員好好ききでですすけどね漫才は、うん、マクショ問題も好きですし面白だから僕だからそれがすごくなんかね、はい、あの面白いと思うのはこれ,これやっぱりなんか人って例えばじゃあ共和党か民主党かとか、はい。 リベラルかかかしいとカテゴ認知地図があじゃないで,すかで僕もライアンとこうやってほら個人的な話ってさ今でもほらピボットのあそこのオフィシャルーー、はい、だからお笑い批判をしてる時もちょっとイラッとしてますもんそうだもんはい <laughs> ツッツ X 見て何でこんなに言うんだろうなと思って <laughs> いやだからさ、はい、もうちょっと細かく解像度を上げていくと、はいろいろ違うことがあるんだよねそうですね面白いよね、うん でも、茂木さんが言ってることも分かりますあのなぜ日本の笑いがダメかっていうのはすごく分かるんですけど分かるんだけど好きなので、ね、<laughs> それ面白い話でえっもともとでも東京なの日本では、うん、えー、っと日本でも結構あっちこっち行ってるんですよ佐賀で奥さんと知り合ったじゃない、はい、あの要するに朝日新聞の探し企画の時に、はい、でその前は宮崎とか北九州とか行ったし福岡にも行ったしえっと日本であのルーツはどこなの あまあ、生まれたのは千葉なんですけどすぐ埼玉に行ったし東京もあるしあで面白いんだけど、ええ、僕実はこれ、まあまあ、インタビュアーとしての役割と変わっちゃうんだけど、はいええ、僕この前ナイツの花輪さんの、はい、ナイツも大好きですゆ僕は、はい、ナイツは好きなんですよ、はい、で僕はだから実は東京の寄せのネイティブで小学校上がる前から行ってるんで,、はい、でそのこれすごくや,ややこしい話なんでこれ言うのはあの僕だから日本の笑い批判してたじゃん、はい、でもナイツの YouTube 行ってその浅草の。 園芸ホール出てるような芸人さんのゲーム見て言ったらすごくしっくりくるんですよ。まさに同じように。はい、で、俺わかったんだけど、俺ピンポイントで髪型のダウンタウン周りの笑いが苦手なんだってこと。ああ、なるほど。うん、あのノリが。はい、で、同じ髪型でも勝浦米長の落語は好きなんですよ。なるほど。ピンポイントってあれが苦手だから要するに。 日本の笑い批判というのは実はその、うん、ある特定のローカルな <laughs>、はい、あの赤石さんまの笑いも苦手なんですよ。うんあのあの感じが明石さんも大丈夫。そうですね。まあ大丈夫でも苦手でもないというまあ普通のフラットフラットい、ね、なんですよなんかああいではないですね。だから俺だから実は日本の笑い批判っていうのは、うん、特定の吉本の中でも特定の。 笑いが嫌だってことか。そうです、ね。ただそれ特定がいっぱいになってるのが多分今の笑いなので、それが嫌なんでしょうね。それが広がってる、ね。広がってるし、まあ、ね、それがキングになっちゃってるので。うん、え、そういう意味で言うと、はい、ピンポイントでこれが嫌だったのないの？お笑いですか？いや、笑いに限らない。はい、なんかこれがピンポイントで苦手ってないの？<ー> うんないですねあんまり苦手ちょ,ちょっと待って,だってさっき日本のお笑いあれって雑談苦手っていう、まあ。そういう雑談ってなんかピンポイント雑談苦手ですけどまあ日本が苦手っちゃ苦手ですけど嫌いではない<れ>馴染みたいとは思うけど外国人の目線だね,そ,れねそうなんですかね結構馴染みたいと思ってるなんかしっくりこない毎日一日が終わったととうのはあ今日もちょっとあんまりしっくりこなかったなっていうのは。 日々あこの問題って面白いと僕だから例えば俺市川團十郎ね海老蔵はまあヤンキーじゃんでも俺團十郎全然平気なんで好きなんだよ團十郎ってしってるのところがあのまっちゃんが苦手なの関西のあのなるほど苦手っていうかなんかねでも出てます共演してますよで喧嘩してもワイドナショー呼ばれてそうなんだ若い人がしてたと思うただね俺んでこんな話やったかわかんないんだけど 俺実は鈴木修さんがラジオに来た時大発見があって、はい、俺ずーっと SMAP 苦手だったんだけど、えー、コンプレックスっ俺あの「ヨナのコンプレックス」って聞いたことあります聖書の。分かんないです。ヨナのコンプレックスってその、えー、俺もあんまり詳しく読んでないんだけどヨナっていう人がなんかすごく大事なミッションを与えられたんだけど、はい、俺はやりたくないって言ってやんなかったっていうのから、はい、本当はできるのにやらないことをヨナのコンプレックスって言う,、ね、うんだよ。 で俺その鈴木おさむさんってずっとスマップとあの仕事してて「はい、そのもう明日が待ってる」って小説書いたんだけど、うん、めっちゃいい小説で、はい、で俺キムタクがなんで苦手なのかっていうのが俺分かったの <laughs>、はい、あいつ自分がかっこいいと思っててかっっこいい風に振る舞って,てる<笑><笑>まあそうですねそれが苦手だったんだけど。はい あ俺もそうやればいいんだと思ったのなんか,そのかる、<ー>この逆転、はい、俺ずっとなんか例えば俺クオリア解けないままで言うのが俺居心地いいんだと思うんだよ、ね、ええー。俺クオリア解けちゃったらアインシュタイン超えてすごい世紀の大天才になっちゃうじゃん、ねはい、なんか嫌なんだよ、俺。ああ、じゃあ、s m a なんですね。だから、その才能が、クオリア解け,ない解けることがわかんないよ。えーはい でもけちゃうのだからずっと例えばあの英語の本もさ2017年に本書くまではずっと書かないでいて「いや俺英語の本書きたいんだけど書かないんだよね」とか言ってたけどどうもなんか俺書かない自分が気持ちよかったらしい居心地よくて、はい、でも書け今でも居心地悪いんだ自分の本がドイツで12週連続ベストセラー1位になってるってのが気持ち悪くて居心地悪くて「いや俺それんじゃないんだけどな <laughs>」みたいなあ木村拓哉コンプレックスがあることが分かった。 もうちょっと見かけは木村拓哉と全然比べ物のなんだけどちょっと似てますけどねいや似てないでスターになっちゃうことが嫌なの自分がでもそれは多分変わんなきゃいけないところだと思いますけどねいやでライアンと喋ってたらお前さんプライムタイムエミーとか撮るとか言ってたじゃん そこはなあんたはないよねその<な>ヨナのコンプレックスまあそれ全くないですねないのあのスマップの例えを出されたのでスマップの例えを出すとスマップってあのこれスマップファンの方見てたら申し訳ないんですけど踊りは下手、ね、いや下手だよみんな下手であのお笑いもやってるじゃないですか、うん、でお笑いもちょっと面白いけどそんなに面白くはないですよねで,で、ジャニーズの中ではちょっと異色の存在で,でもそれを鈴木治虫さ,さんが、はいはい、もう朝のって夜の中で素晴らしく描いていて、えー、でもそれが新しかったからその。はい アイドルがお笑いもやるってとこが新しかったで、えー、で、でもそこに K-POP が入ってきちゃったこの現代においてあれはもう成り立たないいやそうなんだけど、はい、俺が言いたいのはね、はい、その K-POP の上手いってのはいいんだけど、えー、そうじゃなくて本人たちが自分たちがスターであることを受け入れてる感じはい。はい 木村拓哉にしてもあの草薙君にしろ、はい、それが俺には俺そこが俺のピンポイントでコンプレックスだったのあなるほどわかるお俺は自分がスターだっていうふうに思いたくないってずっと思ってるわけ、はい、思ってきたのんでもそれじゃ確かにだからそあんたみたいにさ「おいおプライムタミエミー取るよ」って言えちゃうのがいいんだと思うきっとでも今そうふうに言え,言えちゃうんだよね言えちゃいますけどねじ、えー、じゃあじゃあプライムタミエミエ 取らななないいいいいでででくすすぶっっててる自分が居心地いいってことはんやっぱりあのかエ,エミーのドキュメンタリー作品と撮ってみたいですねすごくいいのがたくさんそれってさな生まれつきそうだったのそれともアメリカ的なもんなのかな、うんま、あのアメリカって私結構真面目な国だと思ってその不性格と自分マッチしてるんだと思いますなんか真面目であること。 あんまりりりふざけけななかかったたたおちゃらとしくいといいうかやそれね俺すごく分かって俺日米学生会議でアメリカ行った時にそういう瞬間が何回もあって大事なことで俺がジョーク言うとすげえなんか向こうがシャキッとして「いやこれはそれはこうだと思う」とそうですね」こっちがシャキッとするみたいなそういう雰囲気はすごい好きですだから日本がちょっと居心地悪いのはちょっとぬるくするとこがあるじゃないですか文化として。わざとと崩したりか場を 名ませたいとかまあ飲み会がそうだと思うんですけどもっとオープンの場で真剣に話したいこれさめっちゃ面白い話だねこれいやだから俺しかもそれに輪をかけて俺イギリス行っちゃったからイギリスは皮肉と要するにイギリスってあのダメなものをグロリファイする感じがあるサーカスティックなはいだからあのなんていうかな失敗してる感じがいいのよ美学ですよね 俺そろそろ俺もなんかちょっともういいかなと思ってスターになっても。いや絶対なった方がいいしあの論文書かれた方がいいしあとまあこういうのもあるんですけどこういう番組出てる場合じゃないと思いますよ。だって結構時間食うじゃないですか。<laughs> どういうことあのまあちょっと読んでいただいて大変申し訳ないんですけどこの2時間って結構。 さんにととっては貴重だと思うんでよ、ね、でも最近ないだからいやクオリアは取りちゃってもいいんじゃないかなって最近思ってで、その時間がやっぱり1分1秒が大事、まあそれこそ病気になったらやばいじゃないですか明日なんか,なんか思いもかけない展開になってきたねはい,いや,やってるよ俺最近、はい、だけどあこういう時間が無駄だとは特に思わないなまあでも例えば私と話してもしょうがなくてもうちょっと茂木さんが集中してるこの1時間の方が 論文にとっては <laughs> もうさあちょっとおかしくないかそれだってピボットはどうなるんだあ、だからそこはブーメラーに帰ってきますよそうするとまあちょっと申し訳ないとは思ってますよピボットに結構ただただ、ええ、あのピボットについて言うとね、はい、ド,ットドットと結ぶドットになってるんだって。あ、そういう風にしていただくと感じいただけたらすごく嬉しいです <laughs> この間だ柳沢さん来た時に、はい、あので柳沢さんとの対話ってよりも柳沢さんいやもそこからもなんでんだよ柳沢大先生からそうじゃなくて事前に俺真面目だからさ 調べるじゃんそれはすすごごいいした今日も睡眠についての論文読むじゃんそこで出会ったあの冬眠と睡眠は違うっていうのがすごく例えば俺にとっては大きななんか大事なことになってるしあとあの佐川さんが出てきてこれ他チャンネルの宣伝ばっかりしてるけど「情報熱理学」「ピボットのチャンネル」「情報熱理学」について事前に調べるじゃないですか。それがものののすごく今実は重要な意識科学 ある概念と情報熱力学結びついて、今新しい概念が俺の中でできてるんですよ。それはおそらくピボットに行って、佐川さんの対談の準備で情報熱力学について読んでなかった。その概念生まれてない。はい。役に立ってる。ありがとうございます。でもそれはあのポジションの特にやって、結構せっかく茂木先生の時間をいただいてるんで。ちょっとでもそうなったらいいなとい本当は思ってます。あの私もメディアに出させてもらうんですけど、やっぱり消費させるんですよ。メディアって。 相手をそれはね俺、ええ、今だから言うけど民だから俺あの「アハ体験」っていうのを世界一受けたい授業で二十何回ぐらいやってて,、はいてね、俺たちね「アハ体験」についての論文書いてるんですよね、はい、石川哲男君っていうのと。うん、なかなかいい論文なんだけどそっちは全然ここ <laughs> みんな知らなくて「あなんかアハ体験のおじさんだ」って。はい 言われてるわけじゃん。はい、で、それは日本テレビのあのスタッフ、世界中受けた授業って、今なくなっちゃったけども。はい、まあ、坂井正明さんとかと仲良くなったし。うん、あのスタッフたちは、本当に一生懸命やってくれたから。はいんうん、なんだけど。振り返った時に、じゃ、あ幸福かどうかっていうと、微妙な気がする。その。うん、世界中受けた授業って、もう俺を知った人が。じゃ、あ俺の本質と、そこは関係ないかなだから、俺、時々思うんだけど、あの。 例えばあの岡本太郎が「誰でもピカソ」っていう番組に出ててあ,<ー>あれは岡本太郎にとって幸福なことだったかというと微妙な感じがする私も微妙だと思いますね消費されてるだけだと思いますでも日本のメディアってそういうとこあるよねト99消費させてると思いますだからリスペクトしないんですよ出演者をだから俺、うん、あのメディア論になっちゃうんだけどそのレックス・ウィードマンのポッドキャストって本当にね、はい 俺が研究者として見ててすごく参考になるところなんですけどいろいろそこからネタ拾ってるわけレックス・ウィードマンから。はい、ああいうのはななんででで日本でできないのかねやっぱりまあノイズを嫌ってるというかあの本当に寄り道とか話をそういう胸話は私好きですけどなんか嫌ってるっててるいうのはあると思いますねあとは商品としてしか思ってないからなんか真剣に向き合ってないっていうのも。うんうん もうこのイマジン大国はそういう意味で言うと真剣に向き合う場にしたいと思ってるんだけど <laughs>、はい、てかだって俺をキャスティングしてるんでおかしくないまあそれはいやいやそういうことじゃないんだよ、はい、なんで俺をキャスティングしてるのか分かんなくて俺あのこれもこのメディアに関わってから10年と上ってるんだけど、はい、ちょうど2011年の頃からなんで、うん、別に俺キャスティングしなくてもいいじゃん他にもいっぱいいるじゃんなんかいや、まあ、それこそ茂木さんみたいな人はあんまいないですけどねあの博覧狂気で。 が人の気をを使えて相手いやだから、うん、逆に言うとピポットはそうだよなんでライオンは俺に声かけたんだろうっていうのはすごく思うわけよ時々俺あれ楽しいんだけどなんでライオンは俺にあやっぱサイエンスやりたかったと茂木先生の本はずっと前から読ませていただいたのでいや他にもい,いそうじゃ何かさそんな科学をさうん質問できるえっとですねいるんですけどやっぱりあのメディアの本質ってなんかこういう茂木さんって 急に声がバーンって大きくなるとかあるじゃないですか。<あ>バーンって。そうなの？はい。自分でわかっ。それが多分できるほどないじゃない。それどういうこと？スパークが生まれるんですよ。その番組に何か火花が発生。それ俺自分では分かったね。えどういう時に声でくかくなる？そうだとか言うじゃないですか。いきなりなんかあと,あとでちょっとなんか声出ませんかね。なんか絶対一映像に一スパークがあると思い,い、ね、そこがないのパってなるんですよね。そこで人がそんな脳の中でスパークが起きたりとか、そこからちょっと話を聞いてみようとか。 これリズムが生まれる感じですね。うん、あのやっぱりピボットって1時間半今取ってますけど、そこにリズムがないといけなくて、こういう手を叩いたり大きな声が出たり。やっぱさ、うん、考えてんだねいろんなこと、ね。考えてますよ。それは,はい。でもほんそれはせっかく来ていただいてると思います。い俺ほら、はい、そうかそこまで考えてんだいろいろ。 だからすごくいつも惚れ惚れするというか <laughs> そこまで考えてんだあの今もちょっと声のトーンは変わったと思うんですいや今度はわざとやってんじゃなくて単にあびっくりしたからえそこまで考えてんだと思ってびっくりしたこのなんかあのパンクチュエーションというかクタ点がやっぱり美しいですよね森先生はいやでも俺さ、うん、やっぱりあの他チャンネルの宣伝ばっかりして悪いんだけどさ <laughs>、ね、ピボットの話サガのあの情報で追加もしたんだけどさ、はい、やっぱり野村ちゃんのさマルチバースのやつはあれ,あれね あの野村ちゃんのマルチバースの捉え方ってあのそれこそいろんな人がマルチバース語ってるんだけどないよあ,、はいうん、あれは衝撃だったの、はい、俺にとってすげえなと思って、はい、でもその後出たあのなんだっけあの女の子久保田ちゃんか。はい、あの 切り捨て方も良かったよな。<laughs> そうです。あんな野村の言ってことなんてもう。<laughs> あの二つは見ると、すごく私も何回もあの二つは見て。ますナンセンスって、あれは、面白い,面白い。まあ、どっちも愛がありますよね。ねでも、僕さ、物理学じゃん、もともと。<々>はい、衝撃だったよ、あれは。そんな見方をするのかと思って。うんはい、あれ、わかる。 あんた分かってることや物理定数がなんで、はい、そこの値なのかっていうのがなんか理由があると思ってみんな一生懸命そのなんで素粒子の質量とか重力定数とかこの値なんだろうと思って説明しようとしたりだろうがいや実は何でもよくって全ての宇宙は存在するんだけどたまたまこの宇宙にそん我々がいるから実際には無意味な何も起こらない宇宙がたくさんあるんだっていうことを野村ちゃんが言ってるんですよ。それれやばいいっていうかもしそう俺それあれを見た人 何人か知り合いで呆然としてなんかそれ以来一週間ぐらいそのことばかり考えてたっていう人いるよ。あれすごいよな、あの村ちゃんのあの。だからなんかなんで存在するかっていうよりは存在してるからたまたまなんだっていうロジックがすごい面白いですよね。そういうことをできてるんだからピボットは奇跡的なメディアな。俺だから NHK さん本当にクソだと思っててさ最近改めてクソだと思っててもうねまずい。NHK まずい。 <laughs> どこはほとんどの番組はもう本当にもう脳死状態っていうかまあこういうことを言っていいのかまあ厳しいこと言うけどあえてもう全くなんか何も生きてないっていうかうんそうですね。で映像の世紀「バタフライエフェクト」は唯一いい番組なんだけどこれ前にも言ったけどナレーションっていうのがもうダメなんだって、はい、ナレーションってじゃ誰の主観なのっていう。うん、ナレーションを 使ってるドキュメンタリーってなんだから、映像の性的に,にはしょうがないっていしょうがないんだけどさ。あの、やっぱりあれも、僕全部見てますけど、あの。バターハイブ。やっぱり一人が立った方がいいと思いますよ、ねうん。いや、ルーが立って、<そ>なぜこれを取り上げるんだっていうのをカメラ目線で言った方がいい,い。ちゃんとしかも、それが、はい、あの、タレントとかじゃなくて。くてはい、その人が、だから僕ね、はい、あの、あの、それこそ、あの。ゴッドディルージョンの、リチャードトーキンさ、はい、あれね。 And by だからドーキンスがあのまあ宗教批判をしたあのドキュメンタリー、うん、チャンネル4だけどドーキンスが一時刻書いてるんだよね、はい、そういうものじゃないともう意味がないんだよ、うん、じゃあ NHK の「バタフライエフェクト」っていい番組だとは思うよ。はい、でもあれ書いてんのディレクターだよね。そうですねディレクターがリサーチしてそれをなんかナレーターが読んでるわけじゃん。はい そその時点でで成立しなないんんだよよねね、うん、もはやうす21世紀の世界ではだから海外でドキュメンタリーの賞取れないんだよね恐、うん、らく確かに,確かに、うん、だからあのベストな番組でさ NHK そうなんだから無理だよね、うん、もう、うん、それって日本の文化だと思いますかなんかよくその個人が出て,出てないってされてるじゃないですかいやナレーション頼みっていうのはどう でも僕はすごい腹立ってます。だからその日本がここまで没落してる理由ってのは僕はそこにあると思うんだよ、ねうんああ。メディア NHK だから NHK がまああの程度レベル低すぎじゃないですか。うん、知性に対す知性的スパー知性的スパークがないんだよね。そうですね。スパークっていい言葉だね、はい。スパークは大事だと思います。それが唯一のメディアの特徴というか強みだと思います、ね。あのチャット GPT とかについての論文の中でさ、スパークをブジェネラルインテリジェンスっていう論文があってうん、うん、はい。 一般的な知性のスパークがあそこにあるんだと、うん、その兆しというか、はい、そのスパークがないんだよね、はい、N.H.K. にはね、うん。まあもちろん民放には何もないんだけど、はい、どうしたらいいんだろうな。<laughs> やっぱり普段からスパークする訓練をしないからじゃないですか。人を言葉で奮い立たせたりとか、あのまあ会議の冒頭で何かを言ってみんなを盛り上げたりとか、そういうのはすごい日本は少ない気がしますね。授業で先生が生徒をスパークさせるとか。 でもこんなことをやってて持続可能なのかねこの国はねまあ今まではスパークしない方が良かったんだと思うんですけど今後はないとまずい